メグロ氏は日本の氏族の一つ。武蔵国江原軍メグロを名の由来とする鎌倉時代のご家人。歴史書書室は、東鏡研究元年11月上で、この時の頼朝上落の後人随病27番に、メグロや五郎の名が確認される。その後、上級の乱において、メグロ太郎なる者が幕府軍に参加している。しかしこれ以後のメグロ氏の動向を伝える。 確かな資料はない。ただ伝承として、目黒氏が欧州へ移動したといい、子孫とする目黒姓の人々も多いため、この伝承は有力な仮説となっている。移動の原因は、江戸市に圧迫されたためと考えられる。武蔵七島の流れを組む一族とされるが、どの系統かは諸説ある。武蔵武では武蔵七島の一つ横山島所流とする。目黒区が、 有効都市とする、角田市にある、目黒家が保有する、目黒系図では、藤原氏から出た都市小玉等の同族といい、目黒家氏を祖としている。また、新編合津風土ド機にある合津の目黒氏は、神竹平市秩父氏の一族で、平成畠山氏の末裔、目黒光重が先祖とする。また、合津や内津目黒系図によれば、畠山重忠の孫、 小太郎重行が目黒を称したという。はっきりとした確証はないが、この説の中では、勢力関係から推測して、横山と諸流説が最も妥当とされる。また、小玉と子孫と畠山重忠公営の二流は別系統とする、見解も存在する。その系譜は、確証に値するものがなく負傷。あずま鏡に出てくる野五郎や、 太郎の系譜関係も不明である。武蔵部市では、横山等の横山市県の孫、矢五郎を、この目黒矢五郎と推定しているが、根拠はない。2017年現在の目黒学院中学校、高等学校本館のところに、館があったという、ありがとうございます。